こんにちは。早稲田大学から来ました中村翔吾です。キャンプからしっかりアピールをして1年間伊藤監督の下で戦えるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、京都大学から参りました田中裕介です。どんな打者に対しても強気で向かっていく姿勢を見てほしいと思います。応援よろしくお願いします。一軍でしっかりプレーできるように頑張っていきたい、頑張っていって新人王を取れるように頑張りたいと思います。今は目標とする選手はいなくて、それぞれの先輩方からいろんなことを聞いて、でその中で自分に活かせることを、たくさん吸収して、自分なりのスタイルを築き上げていきたいというふうに思っています。